長谷川史郎は日本の政治家、衆議院議員、魚屋から衆議院副議長にまで上り詰めた立志店中の人物として知られる。また、親しみやすい人柄で史郎さんの愛称で誰からも親しまれた。群馬県山田郡出身、高等小学校卒、貧困の中で苦学しながら政治を志す。魚観物商を営みながら政界への進出を伺い。 気流商工会議所副会頭、群馬県議を経て、1949年の第24回衆議院議員総選挙に、群馬2区で民主党から衆議院議員に当選。通算政務次官、衆院商工委員長、同農水委員長、自民党国会対策委員長、第2次佐藤内閣で農林大臣などを歴任。自民党では、岸信介、川島章二郎、 シーナ・エツサブロー派に所属。1972年、アラフに聖従郎衆議院副議長が日本社会党、日本共産党に対し、抽象的な発言をしたとして辞任し、公認として副議長に就任。1976年、福田赳夫内閣で建設大臣に就任した。副議長退任後も、シーナ・エツサブローの側近として、シーナ裁定などで奔走し、 党内で重きをなした。また党内有数の繊遺族議員としても活躍した。1979年、中川派結成に最長老として参加、同派座長に就任し、中川一郎を名実ともに総理、総裁候補に推すべく苦心した。中川死去の翌1984年に福田武を率いる福田派に合流。1986年に、 政界引退を表明。当選回数14回。同年8月7日、敗戦衣装で死去。去年81。1978年4月29日、君位等局実大受賞を受賞。群馬県政界の実力者として知られ、死後、第1号の群馬県名誉県民になった。ありがとうございます。